ペルセウスだよ。今日は新シリーズ、札幌の街を歩いてみようのコーナーだよ。今日は札幌駅西口から地下歩道入り口までお散歩してみます。右手にはツタヤさんがあるよ。つくもさんもちょっとわかりづらいね。すすきの方向に歩いているよ。右手奥にある大きな建物は紀ノ国屋書店札幌本店だよ。正面の建物は大丸札幌店。札幌駅は左手だよ。ここで北海道テレビの怪物番組ドサンポワイドの撮影をしているんだ。奥さん、お絵描きですよ。知ってる方いるかな。ここは左手から謎の温風を受ける歩道だよ。正面の建物はセンチュリーロイヤルホテル。なんとホテルの1階に漫画喫茶があるんだ。商売がたきが手を組んだ瞬間だね。この音楽は著作権フリーのトゥギャザーって曲。かっこいいけど TikTok ではカットされ気味。左手の階段を降りても地下歩道に行けるよ。特徴のある正面のビルは高橋飲料、詳細不明。ここからも地下歩道に行けるよ。ちょっと不気味な階段を下ると、不思議な通路、斜めってます。アスピ45近くの入り口だよ。道を間違えたのは内緒。札幌駅地下街、アピアだよ。飲食店が多く立ち並んでいます。企業ビル多いもんね。中華料理、マントンキ、こういうサラリーマンや OL さん向けのお店って美味しいよね。みんな大好き、中尾、美味しくて好き。中尾のすぐそばに吉野家、戦争じゃ。お蕎麦屋さん、美味しそうだね。ステラおばさんのクッキー、近藤さんだね。すっきりにいなくなって残念。地下鉄、札幌駅方向に進んでみるよ。数年前、ここの壁面一帯にイージーのサザエさん一家ポスターが貼られまくっていて、ちょっと怖かったです。知ってる人いるかな。大黒ドラッグさん発見。ヨドバシカメラさんと同じ BGM 使ってるんだって。急に雰囲気が変わったけど、ここが札幌市で運営しているアイヌ文化発信スペースの中、空いているときは座っていろんなことを学べるよ。ここまで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録もお願いします。